はい、マックルクロスケです。もう基地作ってあるのにどうしたの、なんで待ってるのって思われるかもしれませんね。実はですね、先ほど3翼機が来まして、2機来まして、非常にスーパーチャージが良かったんですけども、完全にね寝ぼけてまして、録画スイッチ押してたのをね、押してないと思ってね、切っちゃったんですよ、肝心なところを。それでね、そのスーパーチャージのいいところがね全然取れてなくて、でもう一度ね湧き出しを待ってるところでございます。本当にね寝ぼけてた。いやいやいや、参った。もしかしたら来たんじゃないかな。あれ？あ、違うか。違った。寝ぼけてた。こいつの飛来する姿がね、グッピーに見えたんだよ。寝ぼけてた。ほぼ寝落ちするとこでした今。コーンの録悪くないね。ありゃーないや。エキゾチック性がないぞ。こっち、これで見てみるか。不協和音で久々に。ガンマだしね。新たなエアジーっていうのは名前はいいんだけどね、ダメなんだよな。ここほら動物が1匹しかいないとこだから。ここだね、ラフォルドガンマ。よし、あす。エキゾチック製ではないにしてもエメリル製はね出るからね。寝起きしなきゃな。眠くて。これがやっぱり本当は臭いんだよな。ただね、これ攻撃所ないんだよな。ないっていうか攻撃所に多分ないと思う。あってもね、飛来宇宙船が飛来してこないはずなんだよね。来た、ほら来た。よっしゃ、ああよかった、すぐ来てくれて。ほらね、よここ1,2,3,4,5ですよ。ここね、この形が最高なの。ここにね、攻撃モジュールを入れて、ここに、インフラナイフを入れて、でここにBってやつを入れるとね、これすっごく強いんですよ。タガタよりも強いんですよ、これは。いや
やっと皆さんにお見せすることができた。はい、ということで、これを取ってここきれいにして見せるか。そうした方がいいかな。はい、もう基地作ってあります。よろしかったらお使いください。これきれいにして見せますよ。いやー、よかったな、来てくれて。がっつり寝落ちしてたからね。はい、こういう感じでね、ここに並べるの。そしてここにインフラナイフで、ここに B を入れるという形です。あの L 型に並べるとね、あの強いも強くなるんですよね。はい、ということです。まったね、真っ黒黒助でした。よかった、来てくれて。おお、お前はいいやつだな。どうしようかな。三翼、これで3機目、どれにしようかな。